今回はデニムのリメイク方法、おすすめのリメイク方法を紹介します。今回のミシンも使わず、できるんで、ぜひ皆さん真似してみてください。ということで今回は、うちの若いニュースタッフたちがお手伝いに来てくれたので紹介します。今日はこの2人に手伝ってもらいます。はい、はい、プライオットの澤です。マッチでーす。一応今日はプライオットの若手2人に手伝ってもらいます。 OK? はい、 OK? OK です。 OK? 今日はさっき言ってたデニムのリメイクをみんなでやっていこうかなっていうので、はい、これ僕が持ってる646のデニムなんですけど、これ結構、まあ、ボロビって言われるやつで、このボロボロがかっこいいみたいな感じ。かっこいいです。うん、で、まあ、646やから結構引きずっとってここもボロボロなんですけど、まあ、ここまでとは言わずともちょっとダメージデニムっていうのを作っていこうかなと思ってます。で、これが今途中の段階ですね。作ってる途中の段階です。こんな感じで、まあ、ダメージを入れて作っていこうかなと思ってます。はい。で、こっちはペンキを散らした感じの、うん、そうですね。こういうのもミシン使わずに簡単にできるリメイクなんで、こういうのも一緒にやっていこうかなって思ってます。はい、はい、じゃあ、こっからは、リメイクの仕方を細かく説明していきます。はい、じゃあこっからはリメイクの仕方を紹介していきます。具体的に、はい、はいはい、今回使うのはカッターナイフ、それから、これ、これも段ボールで作った中敷き、下敷き、どっちでもいいけど、よし、と、さっきの、ペンキと、それから、あとは、まあ、わざとダメージ作った裏とかにバンダナとか貼っても結構可愛くなるんで、まあ、こういったものを使っていきます。はい、じゃあまずは簡単な、こういうダメージの入れ方を紹介していくんですけど、さあこれやり方知っとる？ゴシゴシガシガシは違うんですよ。バカやん。昔の洗濯ボールじゃない。このカッターナイフ1本でいくんやけど、じゃあこれをただこれで切っていけばこうなるかって言ったらそうではなくて、ある一定の法則に従ってやるんやけど、じゃあまずはこの中敷きをこの中に入れます。入れてダメージを作りたい部分、この部分に、でこれを入れんとカッターとかでやるとき裏まで切ってしまうことがあるんで、それは注意してやってください。はい、じゃあここは1本目カット入れるとき重くそビビらずいってください。はい、それでも結構デニムは硬いんでしっかりとこう入るけど、まだ切れてないんで、でここに何本も何本も上から横に、同じとこにですか？そう、でこう入れていくとこういう風に白い糸が出てきます。はい、でこれを何回も繰り返していくと、ここの青いのが横の糸が切れて、あ違う、縦の糸が切れて横の糸が残るんで、ちょっとこの部分作ろうかな、こんな感じで、でそしたら次はこのカッターを
この部分を使ってこすっていきます。ガシガシですね。ここがガシガシ、ここがガシガシ。それのことを言いたかったんです。切るとかどっちでもよかったよな。とりあえずガシガシしたかったよな。そしたら横の糸は残って、対する縦の糸がこういう感じで取れるんで、そしたらこういう風にはいできます。はい、これがまず簡単なよくある、デニムのダメージの入れ方かな。こんな感じで、でこれを、幅広くどん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 やっていくと、大きいこういう風なダメージになります。はい、はい、じゃあもう一個ちょっとこのままポイントを紹介すると、こういうデニムのダメージを入れた時に、あまりにここ以外の場所が綺麗すぎるとここが浮くんで、全体的にちょっと小汚さを出すためにわざと、こういうとこだったり、それからこういうとこだったり、こういうポケットの部分だったり、はい、にも入れていきます。で、ここなん、ここが結構難しくて、ただカッターでこすっていくだけだとかなり時間がかかるので、これは実はポイントがあって、これもここの下に横の糸がこう白い糸が通っとって、で縦の糸で青色の糸が通っとるから、下にここちょうどボタンとのこの一番上の部分だけ乗っけて、ここをこういう風に横にひたすらに切っていく。でもう一回この腹の部分でこすってやると、下の白い糸が出てくる。はい、でこうやって、全体的なダメージ、ちっちゃい細かいところのダメージを作っていく。はい、はい、じゃあこれが大まかなダメージの入れ方です。はいはい、はい、じゃあ次はフリンジの入れ方を紹介します。はい、じゃあここからは、フリンジの作り方。フリンジって言ったらこういうひらひらの、よくレディースのデニムとかでもあると思うんですけど、これを自家製で作っていくやり方を教えます。はいはい、で、カッターナイフだけじゃなく、今回はこのリッパー使っていきます。これめちゃめちゃ簡単なんで、フリンジ作りは。ただ根気のいる作業。はい、以上。はい、じゃあやり方を教えていきます。はい、こっち裏面はやってるんですけど、こっちの面やってないんでちょっとやってみます。まずリッパーで、フリンジの作りたい幅のところにリッパーをぶっ刺して、こんな感じでこのまんま縦に切っていきます。そう、こうやってひたすらにぶっ刺して縦に切る、ぶっ刺して縦に切る。で、そしたら横の糸がこうポロポロ取れるんで、これを途中途中取りながらこうやってやっていくと、よいしょ、こんな感じで、でまたこうやって横の糸が出てくるんで、こうやって横の糸、白い横の糸取ってやると、こういう風にフリンジができていきます。すごい。はい、はい、じゃあ今紹介したのを、今から
みんなで作っていこうかなと思うんですけど、はいはい、はい、今日みんなで作るデニムはどうするんですか。どうするんですか。どうするんですか。衝撃ポンコツ衝撃僕らが今から作るこのデニム、ゴールデンウィークに東予町のプライベートで販売します。イエーイ。はい、まあちょっと何本か数量限定で作る形になるので、早めに来ていただいて、誰がどれを作ったのかとか見てもらいながら選んでもらっても楽しいかもしれないですね。はいはい、じゃあ作ろうか。はい、はい、作ります。じゃあ作ります。作ります。イエーイ。皆さんどんなですか。絶好調。あー、サワの爪ってスクエアなん。そうです。かわいい。ちょっと今伸びてるんで全力で写してネイルしてくる感じ。あー、マッチネイルしてないじゃん。ひどい指だもん。ひどい指今日はダメだ。みんなで、プライウッドのメンバー、出てくれたメンバー以外のメンバーも一緒に作ってくれたんですけど、はい、はい、みんなで合計が15本ぐらいできたんで、作りました。はい、はい、で、ちょっと何本か紹介していきます。はい、じゃあマッチから紹介します。はい、こちらです。ペンキでがっつり。ペンキでがっつり。ペンキでがっつりです。スローガンかスローガンな。もう続きがあると思うか。ペンキでガッツリ。ペンキでガッツリです。ペンキでガッツリな。はい。選挙ポスターみたい。ちなみにペンキでガッツリ。僕のもペンキでガッツリよな。僕もペンキでガッツリです。これも今僕らが履いてるやつも販売するやつで。はい。はい。みんなで作ったやつです。ペンキでガッツリ。激推しじゃな、ペンキでガッツリ。はい。じゃあ次、僕が紹介します。これは最初に紹介したやつですね。そうそうそう、最初に作ったやつ、うんうん、で、まあ、ちょっとここにステッチアートみたいなの入れたりとかで、後ろもちょろっとだけで、もう一本、もう一本が、はい、これはね、うちのスタッフのレディースの子が作ってくれたんですけど、はい、ケミカルウォッシュのペンキでガッツリ。ペンキでガッツリ。はい、バナナパンツの形になっとって、結構かわいいな。これウエストとかはどれぐらい、じゃあ25とかぐらいかな。結構これも作った子が自分で履いとったけど、めちゃめちゃかわいかった。めっちゃかわいいです、うん、よし、じゃあ次、サワ。じゃあサワじゃねかった。そう、サワ。サワじゃねかった。いや、サワです。サワか。はい、サワです。オッケー。若返ろうとしよう。2歳のサワですね。じゃあ私が紹介するのはこれです。これは、これはメイドインジョナです。メイドインジョナ。おいおいおい、自分のテンション上げてくなよ、そこは。で、ポイントはこの下のリンジ、うん、下にもダメージ加工してるのと、あとこっち、左足かな、うん、はスリットが入ってるんで。そう、右と左違うよな。そうなんですよ、うん、で、リースが来たらめっちゃ可愛いと思います。はいはい。サイズはどれぐらいですかね。サイズは、これは多分32とかかな。32ぐらいですね。うん、ちょっと太めでリース履いたら可愛いと思います。はい、はい、はい、他にも色々とちょっと作ってるんで、で、一応これを発売する日が4月29日です。はい、ゴールデンウィークから。ゴールデンウィーク。はい、どこの店舗で。プライウッドサバビア本店の方で。
はい、東谷町の店舗ですね。はい、はい、そこで販売します。数量限定なんで、気になる方はぜひ早めに来てください。はい、はい、ちなみにこの履いとるやつ、まあ、僕の分とかやったら僕は落書きしてるんですけど、とか私はこの太ももの辺にすごいです、とかすごいです、すごいです。そうだな。マッチのはポイントはマッチ、これマッチ自分で作ったんだよな。僕が作ったんですけど、うん、天気でがっつりっていう天気でがっつりっす。ごめん、語彙力がなさすぎてな。そんな感じなんで、はい、はい、また気になる方はぜひ見に来てあげてください。ちなみにこの辺は着画も、プライウッドアット、アットマークプライウッドドット本店と、アットマークプライウッドドットナオトで、アップします。ぜひ、はい、そっち見ていただければと思います。はい、はい、じゃあこの動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。